誠聖国、小説版が割とよくできていたせいで、その小説版の雰囲気を再現することができなかった。予算のせいなのか、開発会社のせいなのか、スーファミクソゲー8神のうちの一本の作品。シナリオはドラゴンボールよろしく8体のロボを全部集めたやつは何でも一つ願いを叶えてやる。という感じの世界で、主人公はその8体のロボの1体の乗り手であるということが偶然発覚して、大いなる陰謀に巻き込まれるとかそんな感じの割とよくあるやつ。何が素晴らしいって原作のシナリオだと激戦の末に逃げるとかいうシーンは激戦をイベントムービーとして表現できなかったので、棒立ちでおしゃべりしていたら主人公がなぜか突然逃げ出すとか、ロボットバトルの間に生身の人間が割り込んできて勝手にガメをベラするとか目も当てられない。小説だと爆弾と隠ししてゲリラ的にロボットと戦った末にガメをベラするとかそんな感じらしいので、このゲームの何よりもすごい部分はレベルを上げて物理で殴るパワーインフレゲーなのだが、雑魚敵はどの場所でもレベル帯によって固定されているので、同じ敵を永遠と倒し続けなければならない上に、そのクソな作業をして適正レベルまで持ち上げないと敵にまともにダメージを与えられないという仕様。さらには一般バトルとロボットバトルという二つのバトルが存在するのだが、ロボットバトルは主人公は殴るかけるのにタクシカできないし殴るが死んでいるのでずっと、君が死ぬまで、ヤクザキックをやめないという大味というか、作業。敵も分身したり雷とか水のエフェクトの攻撃をしてくるのだけど、ダメージは通常攻撃と同じなので、エフェクト付きの通常攻撃か通常攻撃かの2択だったり、分身に至ってはコイキングのハネルなのでただのデレ行動とか、ゲームのプレイ時間の約半分は供養のレベリングをさせられる時間だったりと、さすがのクソゲークオリティなのぜ、すげーのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。